どうもです。というわけで、本日、水産工場がついにオープンしますということなんですけども、撮影してる日付はですね、1月14日でございます。あと9日後にですね、オープンするといったところなんですけども、なんとですね、緊急で動画回してます。はい。工場の従業員が3人いるんですけども、3人中2人、コロナになりました。もうオープンする。いろいろやらなきゃいけない。やばい。どうしようってなった時に、1人になりました。まあそれを置いときまして、考えてもどうしようもないんでね、今日はですね、実際販売する商品の紹介と実際で作ってみようかなと思います。まずはですね、いろいろ作ってみたんで、そっから見ていきましょうか。はい、それでは漁師の訳商品ラインナップ紹介させていただきます。こちらです。はい、まあ、これ正規の盛り付けではないんですけども、キハダマグロの生ハム、これがね、夜光貝とソデイカのバター焼き、この2つはね、他では食べられないような味でめちゃめちゃ美味しいです。で、こちらがブダイのしゃぶしゃぶ、これ夜光貝ですね。で、ここまで来てこの4商品中3商品は販売できないです。まさかのここまでかけたんですけども、1商品しかないです。申し訳ないです。要因としましては、消費期限を切るのが結構難しいですね。まあ、他の食品工場がどこまでガチでやってるかわかんないんですけども、まあ、僕らは実際の消費期限かける1.25倍、1ヶ月だったら38日間実際に食中毒が出ないっていうところを確認できるまでは出さないっていうことにしてるんで、それを何回も繰り返して本当に絶対出ないよっていうところまでね、やってるんで、そこがね、シンプルに時間かかりますね。だから、まあ時間さえあれば結構商品数もね、増えていきます。生ハムとバター焼きは冷凍して1週間ぐらい美味しいんだけど、1ヶ月ぐらい経つととても食べられない味になるんですよ。そしてこちらブダイのしゃぶしゃぶなんですけども、これはね、見ての通りちょっと色が悪いです。この状態ではまだ売れないと。ただね、この3商品ともね、味はねめちゃめちゃいいんで、これをね、劣化しないように商品開発ができ次第販売となります。そして、まあ、これ夜光貝なんですけども、これが身ですね。まあ、夜光貝ね、まあ、どうやって販売しようかなと思ったんですけど、せっかくやったら殻があった方がみんな嬉しいんじゃないかということで、殻ありでどうしても販売したいなと思って、で、殻ありにしたんですけど、夜光貝の味を楽しんでもらって、殻も、ね、せっかくなんでね、楽しんでもらえたらなと思ってます。まあ、殻はね、もういろんな使い方できます。はい、まあ、このままね、普通に置物として使ってもらってもいいんですけども、 DIY とか好きな人は夜光貝丸磨きにして真珠層の部分出せばオパールみたいな感じで綺麗になるんで、こういうの作るのもね、また楽しみ方としては一つありますよね。そしてですね、今後の展望なんですけども、まあ、今のところね、どうしてもね、冷凍しかね、商品を販売することができないんですよ。まあ、それレトルト作ればいいじゃんと、多分ね、みんな思うと思う。一応ね、基準があって、皆さん知ってます？レトルトの基準。120度で4分間加熱するっていうのがあるんですけども、120度、普通お湯って上がらないじゃないですか。だから、120度まで上がるように加圧する機械があるんですけども、それがね、また高いんですわ。まあ、いつかね、そこら辺もね、設備整えてね、常温で販売できるものもね、いつか作れたらなとは思ってるんですけども、まあ、これから伸びしろですね。というわけでですね、まあ、夜光貝、今回ね、販売しますんで、実際に夜光貝を取りに行こうかなと思います。というわけで、夜光貝を求め夜の海にやってきました。こちらの魚はおそらくキリンミノ、ヒレに毒があるので要注意です。そしてこちら、何やら怪しげな模様のカワハギ、こいつは猛毒パリトキシンを持つソウシハギです。ちなみに肝臓以外は食べれるらしいです。そしてこの日はウミガメがたくさんいました。こんな感じで岩陰で寝るんですよ。もう完全に寝てるんで、これだけ近寄っても全く気づいていません。寝ぼけたウミガメもいました。まあ、カメはですね、肺呼吸なんで息を吸いに水面に上がってくるんで、夜でも普通に動いてるカメもいます。さて、画面上に擬態した魚がいます。森へつついてみると、慌てて砂に潜っていきました。こちらは南牛の下、砂地の地形を探すとたくさんいます。この日も4匹ぐらいいました。ちなみに素手で取れます。ゲット。今日のお目当てではないので逃がしてあげましょう。さて、沖に出て夜光貝を探すことに。夜光貝や伊勢海老がいないか、海底の岩の下を入念に探していきます。夜光貝は海の中では擬態してて見つけづらいんで、かなりしっかりと見ていきます。残念ながら夜光貝はいませんでした。これを何度も繰り返していきます。
ちなみに夜の素潜り漁はだいたい1回で 2,3 時間潜るんで、本当はこんな感じで何も取れずにただひたすら潜り続ける時間の方が長いんですよね。ただね、岩の下を覗いて大物がいた時はもうアドレナリンが吹き出ますからね。最近閉所恐怖症の人と話してたんですけど、そういう人はもうこれ見てるだけでも結構しんどいんじゃないでしょうか。さて、ここで何やら発見したようです。潜航開始。いました、夜光貝ゲット。これはかなり大きいサイズ。そしてどんどん夜光貝を取っていきます。今度は岩の上にいる夜光貝をゲット。そして浮上する時も夜光貝が近くにいないか探しながら上がっていきます。夜光貝を持ったまま続けざまに息を整えて潜っていきます。いました、ゲット。さて、一気に夜光貝を2匹ゲットできました。これは幸先がいい。そしてもう1匹ゲット。今度は漁網が複雑に絡まったポイントに移動してきました。網に引っかかるとかなり危険です。ただ夜光貝がいるので潜っていきます。ゲット。この日は通算6匹の夜光貝を取ることができました。さて、ここで何やら発見しました。森のゴムを深く引いて一気に潜っていきます。そして岩の隙間めがけて体を一気に突っ込んでいく。何がいるのか。いました、こいつはコクハンアラ。島で最高級魚の一つです。残念ながら光を当てた瞬間に逃げていってしまいました。すぐに追いかけようとしますが、そこにはもうコクハンアラの姿はいませんでした。悔しいですが切り替えていきましょう。そして次に見つけたのが朝鮮サザエ。こちら小さい夜光貝でもサザエでもなく朝鮮サザエです。味は普通にサザエみたいな感じでめちゃくちゃ美味しいです。そしてこの日はたくさん朝鮮サザエがいました。ゲット。合計で5匹朝鮮サザエが取れました。さて、ここでまた何やら発見した様子。大きく息を吸って潜航開始。キューキュー言ってるのは耳抜きの音ですね。いました、ヒトヅラハリセンボンです。ヒト。こちらはハリセンボンの中でも大型化する種類です。そして次に見つけた魚をヒト。こちらはアオヤガラ。この魚つくと鳴き声がすごいんですけども、ヒルショットしたんで一撃でしまってますね。さて、次に見つけたのは何でしょう。大きいイカがいました。ヒト。ついた瞬間にしまって真っ白に。そしてこの昆布締め、面白いのが食事中でした。シマハギを食べてますね。外してみると頭がなくなっています。貴重なものが見れたところで戻りましょう。はい、というわけで夜光貝を取ってきました。服装変わってないんでね、さっきの後取りってバレたかな。結構でかいのもね、取れましたよ。これ2キロぐらいあるんじゃないかな。これはね、おそらくね、特大サイズに入るんじゃないでしょうか。7匹ぐらい取れたんでね、こいつらを加工していきましょう。てか多分これ筋トレの器具はめっちゃみんな気になってるよ。まさる筋トレにハマってます。というわけで早速工場に向かい、夜光貝を加工することに。よいしょ。これね、虫が入らないように二重扉になってます。ここから入れます。で、あっちに実際入ってからこれ夜光貝を取り出していきます。で、実際の入り口はこっちですね。
可愛い。可愛いです。だよね。よし。あとマスクと手袋や。YouTuber でここまでガチな工場を作った人史上初だよね。多分日本じゃなくて世界初なんじゃないかな。なんで手袋で手を洗ってるんやと。手袋が綺麗か分かんないですからね、はい、そこまで徹底しております。取り出しましょうかね。ここがゲットで、こっちに戻る。まずアルコール除菌から。よし、じゃあね、準備が整ったところでさばいていきましょうか。合計10個プレゼントするんですけども、今日の6個ね、実際視聴者プレゼントします、まあ、残りの4個に関してはまた取りに行く。重力にね、負けてこうやって出てくるんで、出てきたところを人たちです。ここ貝柱がこうついてるんで、ここを外して、これ出せました。でかいな。じゃあ2個目。こいつは出てくる気配がないな。置いとこう。こいつら後回しや。あれで出た時にやりましょう。これ内臓が、やっぱり内臓がね、あんまり美味しくないんで取っていきます。見栄えを良くするために。ここからもう少し綺麗にしていきます。包丁殺菌する機械をね、つけてます。で、今度はこれ夜光貝の口と、あとね、夜光貝のこれ蓋、これついてるんで、これをね、外していきます。OK。 ここがですね、下処理をする部屋なんで、あっち側行って綺麗な部屋でもうちょっとね、綺麗にして、で、そこからね、真空パックしていきます。行きましょう。こっちでね、綺麗にしていきます。最終的に細かく綺麗にしていきます。ちなみに細菌が繁殖しないように5度の水が出るようになってます。この機械が合計600万円でした。 OK。次はね、真空ですね。しっかりと水気を取っていきます。OK。 当たった人でもサイズ感にかなりの差がありますね。一人で食ったら結構顎痛くなると思いますよ、この量は。はい、そしたらラスト真空の部屋に行きましょうかね。そしたら真空していきましょう。
いきます。はい、というわけでできました。めっちゃ美味しそう。こんな感じで真空しまして、でこれが殻に入ってね届きます。包丁の破片とかが、ね、入ってる可能性があるんで、最後にねこの金属検知器をね通していきます。ようやくね、商品として販売されます。そしてですね、皆さんついにですねあれが完成しました。はい、こちらです。はい、というわけでクラウドファンディングで支援していただいた方々のネームボードがね完成しました。いやーすごいね。壮観。リターンまでかなりの時間を要しましたが、たくさんのご支援本当に本当にありがとうございました。末永く工場で飾らさせていただきます。はい、というわけでいつも基地にやってまいりました。今日は実際に販売する夜光貝を調理して食べていこうかなと思います。そしてね、ここで皆さんにお願いがあります。まあ、今回まだ商品開発に2ヶ月ぐらいしか時間が取れてなくて、結構ね正直難航してます。ちょっとみんなに協力してほしいです。例えばこういう商品作ってほしいとか、こういう魚食べてみたいとか、この魚こういう利用方法があるんじゃないかとか、夜光貝そもそもこういうブロックじゃなくてもうスライスされた状態の方が食べやすいよとかね、まあいろんな意見があると思いますんで、ぜひともねコメント欄で意見いただけますと助かります。ということで本日はこちら、夜光貝を料理していこうと思います。はい、それではこちらは冷蔵庫で12時間ほど解凍させた夜光貝ですね。こんな感じでね入ってます。これね、なんでね中入っていかないのかといったら、蓋でね押さえてあるんですよ。これあんまり利用方法ないんですけど、これをね下にくっつけて皿にしてる人とかいます。はい、ということでこちら夜光貝をねまずオープンしていきましょう。今こうやって開けましたけども、開け口もちゃんとついてるんで簡単に開けることもできます。で、解凍すると水分が出てくるんで、この水分をまず拭き取っていきます。で、この茶色いのは汚れてるよりはもう夜光貝の、ね、色なんで、まあこういうもんですね。はい、でもこれを拭き取ってあげてもいいですし、これ逆にね香りがねここの部分についてるんで、あんまり拭き取りすぎるとちょっとね味気ない味になります。なので僕はあんまりこうやってちゃんと拭き取らない方が好きではありますね。で、よーく水分をね拭き取ってあげましょう。はい、ということで下処理がねこれで終わりました。で、この解凍する時の方法なんですけども、なるべく冷蔵庫で12時間ぐらい解凍するようにしてください。まあ、流水で解凍したりとか常温で解凍、あとはレンジで解凍するとかもできはするんですけど、この3つはねどうしても匂いが出てくるんで冷蔵解凍がね一番おすすめです。で、今回何を作るかと言いますと、アヒージョでございます。アヒージョとバタ焼き、この2つがねめちゃめちゃうまいです。で、バタ焼きはね作り方知ってる人多いと思うんで、今日はアヒージョ作っていこうと思います。今回加熱用で販売してますんでね、刺身では食べないようにしてください。それではまずは夜光貝を切っていきましょう。こっちの方が夜光貝の足の部分ですね。足の部分は食感が強くて美味しいです。で、あんまりね薄く切っちゃうと食べ応えがないですし、で逆にあんまり分厚く切ると硬すぎて食べづらいんで、まあ僕のおすすめはこんぐらいかな。3ミリとか4ミリぐらい、切り方は何でも大丈夫です。適当でいいですね。一口サイズだったらいいです。薄く切ってたくさん食べたい人は薄く切ればいいと思うし、もうでかいまんまでがっつり食べてる感を味わいたいという人はでかく切ればいいと思います。もうそれは好みですね。僕はね結構細かく切られてる方が嬉しいですが、ちなみにですね薄く切りますと味の入りがねめちゃめちゃ良くなるんで、薄く切るのもまた一つ手ではあります。貝でこんだけの量ってまあまあすごいよね。貝ってさこんな食べれないじゃん普通。で、こちら夜光貝の足じゃない方の部分、ここ貝柱なんですけども、貝柱はまた食感が違って面白いんでね、この食感の違いもね楽しんでみてください。貝柱は柔らかいんで大きめでも大丈夫です。で、そして本日入れていく食材がミニトマト、ブロッコリー、そして鷹の爪、ニンニクですね。で、まずはミニトマトから、まあ皆さん洗ってくださいね、僕は面倒くさいんで洗いません。じゃあ次はブロッコリーですね。もうね最近ねめっ
ちゃ筋トレハマってるんで、ブロッコリーめっちゃ好きです。ブロッコリーはこんなもんでいいでしょう。はい、そしてで、ニンニク、これは2かけぐらい使っていきましょうかね。これ多分俺が野菜さばいてるとかみんな興味ないと思うんで、なるべく急ぎます。急ぐ。そう、アヒージョってなんか名前がすごいいかついんで作るの難しいんじゃないかなってイメージを持ってる人もいると思うんですけど、めちゃめちゃ簡単な料理です。ぜひね、夜光貝を買って作ってみてください。そしたら最後、ニンニクの味を引き出すために潰して味が出やすいようにしていきましょう。OK。 はい、そしたら用意するものができました。やっぱね、この貝とかも調理されてればもうめちゃめちゃ早いな。ということで、こちらをですね、アヒージョにしていきましょう。で、皆さん、アヒージョを作るときに一つポイントがあって、これを忘れると後で最悪な気持ちになります。フランスパンですね。このフランスパンをこうやって、まあもう一人で食べるんやったら3枚は切っとかないとね。で、これをしっかりとオーブンで焼いておきましょう。これでアヒージョができた時に熱々のバケットがあるとうまくなるよお前ら。じゃあ早速アヒージョ作っていくんですけども、アヒージョの作り方めちゃめちゃ簡単です。まずはオリーブオイルを入れていきます。で、火をつける。で、ここにまずニンニクと、辛いの好きな人は輪切り唐辛子です。まあ、最初に油にニンニクの味とか唐辛子の味をね、移らしていきます。で、ニンニクの色が少し変わってきたら、こちらうまいやつらを入れていきます。唐辛子後の方が良かったかな。うわ、跳ねるぞ。あらやだ、おしゃれな料理になりまして、もう本当にうまそう。最後に塩を少々振ってアヒージョは完成します。うわー、うまそうすぎる。声が裏返る。はい、それでは完成しました。いただきます。まずは貝から。赤っ、あっか、これは赤っ、めちゃめちゃうまいな。夜光貝を今回買っていいことは、なんといっても普通巻き貝ってほとんど可食部がないんですよ。サザエ買っても本当食べれる部分ってほんのちょっと、こんなもんなんやけど、夜光貝ぐらいのデカさになるとまあまあな量食べれる。いい具合に本当に満足できるぐらい貝が食べれます。貝好きの人はたまらんと思う。そして忘れてないでしょ、これバケットですよ。バケットに粉つけたらもうやばいやろ。終わった、うますぎる。めんちゃんくんうまいやんか、これ最高や。いや、これはやっぱ夜光貝うまいな。アヒージョ今日やらないんですけども、実はこのアヒージョスープがこれ残るじゃないですか。このスープを使ってパスタ作れます。はい、夜光貝のエキスがいっぱいになったものをまたパスタにも使える。もうアヒージョはね、一度で何度もうまい料理なんで、ぜひねお試ししてみてはいかがでしょうか。はい、今回最初に出せる数が夜光貝200個ぐらいがどうしても限界なんで、すぐ売り切れてしまう可能性が非常に高いです。なんで、まあ、LINE アットだったりだとか、メルマガの方を登録しといていただければ、再入荷したタイミングで通知しますんでね、ぜひそちらの方のご登録もよろしくお願いします。いやー、2年間長かったね。はい、ということですね、ようやく本日の19時に水産加工場がオープンします。はい、いやー長かったですね。まあ本当に2年近くかかったんですけども、 SNS とかではねほとんど何も発表してこなかったんで、ほとんどの視聴者の方はわっ、いきなりまさるすごいこと始めたなみたいな状況になってると思うんですけども、本当にこの2年間もう正直まああんま弱音は言いたくないんですけども、まあ本当にきつかったですね。本当に本当に毎日しんどすぎて、なんかこんなにしんどいんだったら死んでしまった方が楽なんじゃないかなとか何度も思いましたし、ただ、まあ、この2年間がむしゃらにやってきて分かった一番重要なことは、一人じゃどうしようもないんだなっていうところがもう本当に学びましたね。
まあ、最初水産加工場を始めた時にもうバーッといろんなことを勉強したんですよ、まあ、ネットショップのことだったりマーケティングのこと衛生管理のことで冷凍の保存技術のことだったりだとかあとはデザインも勉強したし包装もね勉強したりとか YouTube で100万人を目指しながらもうなんかいろんなことをブワーってやってやっぱねパンクしちゃうんですよね、うん、でそしてやっぱり、まあ、仲間の大切さっていうのをすごい学びましたね、まあ、今回の水産加工場も多分俺が一人でやってたらあと5年はかかったでしょうね、うん、もう本当にいろんな人の助けがあっていろんな人の頑張りがあってなんとかねここまで来ることができました。はい、ということで何はともあれついに水産加工場完成じゃーい。イエーイ、しゃー、はい、ということで皆さんこれからも末永くよろしくお願いします。そして海外の皆様、今はですね海外販売というのはちょっとまだ難しいんですけども海外販売もできるように頑張っておりますのでもうしばしお待ちください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは